ドジャース山本由伸の NPB で作った記録一覧。改めて末恐ろしすぎる25歳。昔の DHC の CM みてえだな。まさに日本人投手最高傑作、MLB でどのような結果になるかとても楽しみだし期待したい。すごいの分かってたが、記録を見ると改めて驚くね。とんでもねえ選手をリアルタイムで応援してたんだなと改めて。こんな化け物から7点も取った阪神エグすぎやろ。山本由伸って5人くらいいます？単発でもすごい記録が3年連続とか並んでる。この投手がメジャーで活躍しなかったら本当に悲しむ。シーズン基本塁打2本。この記録の数々は本当にすごい。この怪物相手に3勝をもぎ取るとは。引退選手やベテランじゃないけど、文字通りレジェンドと言える輝かしい実績、奇跡。メジャーでノーヒットノーラン、サイヤング賞も夢じゃない。それでもなぜか関西マスコミは過小評価してきたんだよな。昔見たソンドン夜の時刻での実績表みたいだな。NPB レギュラーシーズン山本由伸からホームランを打った選手。通算でこれだけ？さすがエースキラーの福田周平。やっぱりパラデスって偉大なんやな。なんかパッとせんな。強打者の時にどれだけギアを上げてるかだよね、すげえわ。そらパリーグ5球団オリ以外のファンが早めじゃ行ってくれってなるわな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。